いやーなんか新しいリュックが欲しいんだけどもなかなか選ぶのが難しいんだよな選択肢がめちゃくちゃ多いし失敗すると子供っぽく見えちゃう気もするんだよな誰か大人に似合うようなリュックについてバシッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回は動画なんですが大人に似合うリュック8000というテーマでお届けをしたいなと思っています冒頭にもお伝えした通り大人のリュック選びというのは意外と難しいかなと思います本来ですねリュックというのは 数あるバッグの中でででもやっぱりすすねねカジュアル度が高いんです、ね、そうなると大人世代にはちょっと似合いづらいアイテムではあるんですが、まあ、最近ではですねこういったリュックですとかバックパックの中でも大人っぽく上品なデザインのものも増えていますし割とですねファッションアイテムの中にですねこういったリュックを使うようなスタイリングが大人世代の中でもですね定着しているので全く問題はないんですねただですね先ほどもお伝えした通りあまりに膨大な選択肢がありすぎてどれを選んでいいのかわからないという方が多いかな と思いま,すまあ僕の動画の中でも時々ですねバックの特徴はやってるんですがバックパックだとかリュックに関してのですね専門の動画がですね最近は解いてなかったので今回の動画の中ではしっかりと今すぐ買えるですね大人に合うバックパックを皆さんに8種類ご紹介をしていきたいなと思います価格に関してもですね結構抑えめのところから割と気合いの入ったところまでですね幅広くお伝えをしていきたいなと思っていますそしてまあ普段だったらユニクロですとか無印良品だとかそのあたりのプチプラ系も入れる んですが今回はそのあたりは入れないで結構ですねこういったリュックだとかバックパックに特化しているようなものをですね中心に選出していますのでよかったら最後までお楽しみいただければなと思います8個あるのでその中に何かしらですね皆さんにとってグッとくるデザインがあると思うのでぜひ、まあ、楽しんでいただきたいなと思いますしまた皆さんの方でもこのあたりのバックパックがいいよというのがありましたらコメント欄で教えていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったら チャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に大人に合うですね、リュック、皆さんに8点ご紹介をしていきたいなと思ってるんですが、本編に入る前にですね、僕の中でどういったバックパックが大人っぽく見えるのかというところですね、まずはお伝えをしておきたいなと思います。デザインに関しては、あまりゴテゴテしてない方がいいですね。装飾性が高かったりだとか、ブランドロゴがドーンと入ってるものよりは、まあ、なるべくですね、どこのブランドかわからないぐらいミニマルなデザインの方が、ファッションとの親和性が高いかなと思います。まあ先ほどもたし しましたがリュックというアイテム自体がカジュアルなのでその中でデザイン性に遊びを聞かせてしまうとやっぱり子供っぽく見えてしまうんですねですのでデザインに関してはなるべくですね余計な装飾がないミニマルなものを選んだ方が大人の男性には似合いやすいかなと思っていますあとは色選びですね結構バックパックもですねさまざまなカラーのものがあるんですがその中で選ぶべき色というのは個人的にはブラックだとかダークグレーのような濃い色ですねこういったものの方が大人世代には似合いやすいかなと思います まあ、例えばですね、ビビットな色合いのものだとか、明るい色のものもあったりするんですが、そうするとですね、単体で見るとおしゃれなんですけど、その他のアイテムとですね、合わせた時に、どうしてもバッグだけが悪目立ちしてしまったりだとか、浮いて見えてしまうんですね。また、派手なバッグだとですね、またあのバッグ持ってるよというイメージもついてしまいますし、毎日同じバッグ使ってる感じがより際立つので、なるべくですね、シンプルなバッグを持った方が、このあたりもですね、長く使いやすいかなと思うので、ブラックオア、ネイビーオア、ダークグレーですね。この辺りで 選んででででいいいいいいいたたただくとととままままずは間違いがなななののかか思思っってててすすすすそれららをを踏まえた上で早速ですねねつ目のですねリュックからご紹介しきスノーピークのですね、エブリデイユーズバックパックというモデルですね。まあ、スノーピークというブランド自体はですね、まあ、キャンプをやる方だとかアウトドアが好きな方であればなんとなく名前を聞いたことがあるかなと思います。僕もキャンプをやるのでスノーピークのアイテムは何点か持ってたりするんですが、最近はキャンプ道具だけではなくてアパレルのですね、様々なアイテムを作ってるんですね。 でもこちらのバックパックに関しては定番的な扱いで長く展開しているものなんですね先ほどお伝えした通りデザインに関してはもうめちゃくちゃシンプルです本当にザ・バックパックという形のですねデザインなんですがだからこそアウトドアシーンを想定したようなイメージよりは日々の生活に寄り添ったようなそんなですねバックパックに仕上がってるかなと思います両サイドにはですね折りたたみの傘だとかペットボトルを収納するような場所もありますし PC スリーブなんかもあったりするので割とですねこう登山だとかアウトドアでがっつり使うというよりは普段 のの生活の中で使いいいやすすようななななそんなディティールになってるかなと思いますサイズもですね結構アウトドアブランドのごっついとしたものだと大きすぎてちょっとデイリーユースにはオーバースペックかなって感じることがあるんですがこれぐらいのサイズ感だと気軽に使いやすいかなと思うのでオフでも使えますし仕事でも使えるかなと思ってましてセットアップに合わせても全く問題ないのでかなり使える範囲は広いのかなと思います何と言っても魅力的なのが価格帯ですね税込みでだいたい1450円ですね今ご紹介してるのは定番型なんですが こういったものもあればちょっと期間限定にはなってしまうかなと思うんですがビューティーユースのですね別注版もありまして1万1000円とこちらはちょっとだけ値段は上がりますが色はですねブラックではなくてダークグレーということでちょっとこう大人っぽくアーバンな雰囲気が漂うのでこのカラーもいいんじゃないのかなと思いますスノーピークのロゴ自体はですね右下にちっちゃく配置されているぐらいで割とそれ以外はミニマルなデザインなのでこれなかなかバランスがいいかなと思いますベーシックの方はブラックちょっとこう人との違いを出したいだとか別注版の特別感を味わいたい方は。 ビューティーデュースのこちらの別注版これが結構おすすめなので是非チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のですね、リュックなんですが、こちらですね、スタンダードサプライのデイパックですね、価格が19,800円ということで、ちょっと値段上がりますが、これもですね、名作だなと思います。先ほどのスノーピークのバックパックと比べると、形状ですね、ベースのデザインがちょっと変わってきまして、やや縦長になっていまして、上半分を見ていただくと、ちょっとこう丸みもあるんですよね。このフォルムが個人的にはかなり美しいなと思っています。アウトドアブランドのですね、ノースフェイスだとか、アークテリクスのですね、バックパック 比べると街で使うようなところをですねより特化したようなバックパックになってましてファッションとの親和性の高いデザインはかなりですね多くの男性には使いやすいようなデザインになっているかなと思います僕はスタンダードサプライというですねこのブランドは結構好きでまあ本当にミニマルなデザインが特徴なんですよね無駄がなくドシンプルではあるもののシルエットが美しかったりだとか素材の質感も上品だったりするので大人の男性が持ってもですね満足感をしっかりと得られるようなそういったプロダクトをちゃんと作っているので僕はかなり 信頼をしてるんですねこのデイパックも派手なところは全くないんですがだからこそ使いやすいですし先ほどのスノーピックと同じようにオンの芯でも使うことができるかなと思いますジャケットのスタイルセットアップのスタイルにもバチッとハマりますし通常のですね休日のカジュアルなスタイルにもハマりますあまりサイズも大きすぎないのでより休日なんかはですね気軽に持ちやすいのがこちらのですねスタンドサプライのデイパックかなと思います、まあ、19,800円ということでちょっと値段は上がるんですが、まあ、今回ご紹介するバックパックの中では比較 買いいやすすにななってくるかなと思うのででこちらも結構おすすめです最安値で買いたいのであればスノーピークがおすすめですが結構バランスが取れているのがこのスタンダードサプライのですねデイパックかなと思うので是非皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 続いて3点目のリュックなんですが、こちらですね。ウェクスレイのステムバックパックコーディラですね。価格が17,600円ということで、先ほどのですね、スタンダードサプライよりは少しだけですね、落ち着いた価格帯になってくるかなと思います。まあ見ていただくと分かる通り、これまでご紹介した2点とはですね、まるっきりですね、雰囲気が違うのがウェクスレイのバックパックかなと思います。まあどこか近未来的な雰囲気があって、本体部分のですね、正面から見てやや右側の部分にですね、斜めに走るジップがついてるんですね。 これも一つのデザイン的なアクセントになってますしコーディラナイロンのマットな雰囲気も含めてどこかシャープでモダンな雰囲気が漂うのがウェックスレイのバックパックの特徴かなと思います普通のリュックの形ではなくて少しエッジを立てたいなという方であればウェックスレイはすごくシャープでですね大人の男性にも似合いやすいかなと思いますこれもスポーティーなバックパックとはまたちょっとですね雰囲気は違いましてやはりデイリーユースで使っていただいて仕事でも使えるしプライベートでも使えるというようなそんなですねバックパックになってくるかなと思います まあ結構さまざまなセレクトショップでも取り扱いがあってグリーンレベルとかでも置いてあるんですがあくまでデイリーユースに特化していてしっかり15インチの PC まで入るようなサイズのですねスリーブがあったりだとかさまざまな隠しポケットみたいなものがふんだんにあるのでこの辺りも含めてかなり使い勝手の面もですね安心できるようなバックパックに仕上がってるかなと思います、まあ、素材だとかサイズによっていくつか種類があるのでぜひ、まあ、皆さんのですね用途によって選んでいただければいいかなと思います と思うんですが個人的にはあまり大きすぎるものではなくてややコンパクトめぐらいの方がですね全体の着こなしの中には調和しやすいかなと思うのでこちらのサイズぐらいが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています少しですねバックパックの中でもエッジを効かせたい方であればこのデザインは結構人との違いが出せるかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて4点目のですね、リュックなんですが、こちらですね、ラミダスのですね、デイパックですね。価格がちょっと上がります。これまた3万3000円ということで、結構大人向けのですね、上品なバックパックになってくるかなと思います。これまでご紹介してきたスノーピークだとか、あとはですね、スタンダードサプライだとか、そのあたりの雰囲気と近いようなオーソドックスなバックパックの形ではあるんですが、このですね、ラミダスというブランド自体がですね、皆さんあまり名前聞いたことがないかなと思うんですね。ただそんな皆さんでもですね、 ポーターという名前は聞いたことがあるかなと思うんですね僕もですね大学生の頃からポーターのですねバッグはいろんなものを買ってきましたお財布なんかもポーターを使ってた時期もありましたがラミダスというのはヘッドポーターというですねブランドがあったんですがそちらの後継ブランドとして2019年10月にですねスタートしたブランドになるんですねですので僕ら大人さんにとっては結構胸厚なブランドなんですねまあバッグ専門ブランドの安心感っていうのはすごく強くてこちらのバックパックに関してもデザイン自体はすごく ミニマルでで使いいやすいんですんが構造的に非常に使いやすいのとあとは素材の質感ですね少しこう微光沢が漂うような素材感がかなり上品に見えてこれ実際に僕も何度か手で持ったことがあるんですがすごくですね仕上がりのいいバックパックになってるんですねカジュアルな見た目でいわゆる一般的なですねリュックの形だからこそ素材使いの上品さだとかあとは使い勝手の良さだとかこの辺りがすごくですね大きな差になってくるかなと思うんですがその辺りはポーターが持つ DNA をしっかりと受け継いだランビ ラミダスののですすね商品といいうのはかかななり安心感があるかなと思います、まあ、シンプルで使いやすいバックパックを持ちたいんだけども大人っぽさだとか上品さもちゃんと抑えておきたいんだよなという方にはこのですねラミダスのバックパックはめちゃくちゃおすすめです僕自身ですね実物を実際に見てですね非常にですね完成度が高いなと思っているバックパックなのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて5点目はこちらですね。アバハウスのウェブ別注シボレザーリュックですね。価格が17,600円になっています。これまでご紹介してきたような、本当にこう、オーソドックスなデザインのですね、バックパックではあるんですが、素材をですね、レザーにすることで、だいぶ雰囲気が変わるかなと思います。ただ、レザーといっても、床側を使っているので、まあ、価格的にも抑えめで、本格的なレザーに比べると多少の違いはあるものの、まあ、表面にはシボの型押しをしてあるので、だいぶ見た目的には上品な 雰囲気にまとままととっているかなと思いますガチのですね、レザーのリュックになってくると、価格帯もですね、やっぱりかなり高くなってしまうんですね。安くても3万円台とか、5万円オーバーのものが多くなってくる中で、レザーの質感はしっかりと楽しみつつも、軽くて気軽に使いやすいようなこちらの素材感で、17,600円っていうのはかなり優秀なですね、レザー系のですね、バックパックに仕上がってるかなと思います。特にですね、大人世代には使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってまして、40代50代代の大人 世代が何かこうバックパックを持ちたいという時にちょっとカジュアル見えするかなという場合は素材をこういったレザー系にしてみるだけでだいぶ雰囲気は変わってくるかなと思いますブランドロゴなんかもないですし主張するようなポイントがどこもないのでこの辺りもですねどこのブランドのバッグかも全くわからないのですごく仕上がりがいいかなと思うんですね大人っぽいロングコートと合わせたりしてもすごくバランスがいいかなと思いますし夏の T シャツのスタイルなんかにちょっと大人っぽさを足すにも使い勝手が良かったですのでこれは隠れた名品かなと思って います僕もですね今回バックパックを選ぶ中でレザー系のものは1個取り入れたいなと思ったんですがどれも高価になってしまう中で価格帯もちょうどよくてデザインもミニマルでというところではこれはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますカラー展開はですね4色になってるんですが個人的にはやっぱりブラックがイチオシですねこれが使いやすいかなと思うので是非チェックしていただきたいなと思っています はい、続いて6点目のですね、リュックなんですが、こちらですね。ザ・ノースフェイスパープルレーベルのですね、フィールドデイパックですね。価格は22,880円ということで、これもですね、名作中の名作だなと思っています。今回ご紹介しているリュックというのをですね、アウトドアブランドのものというのは、あえて僕はですね、入れなかったんですね。もちろん、ノースフェイスだとか、アークテリクスのバックパックも良かったりするんですが、まあ、ブランドのロゴが入っていて、なおかつですね、待ち着に似合うというよりは、やっぱりこう、カジュアルな着こなしに合うものなので、ちょっと と使うシーンがででですすねね限定されれるかななと思ったのであえて入れて入いんです、ね、その中でもちょっと例外的にですね、ノースフェイスの中でもパープルレーベルのこちらのですね、バックパックは今回は取り上げてみたいなと思いました。まあ、デザイン自体は正直あんまり大きく変わらないんですね。もう基本のベーシックなですね、バックパック型になっているんですね。まあ、ちょっと縦長で上の部分は丸みを帯びているというところでは、スタンダードサプライのものに近しいところがあるかなとは思うんですが、なんといってもこのミニマルなデザインの中に は輝くですねノースフェイスパープルレベルのロゴですねこれが一つのアクセントになってくれるわけなんですねまあ、パープルレベルというのは通常のノースフェイスとはまたちょっと違ったですねラインになっていましてナナミカというですねアパレルブランドとの協業ラインになっていまして結構ファッションとの親和性が高いものが多くておしゃれが好きな方の間の中でもパープルレベルというのは結構ですね評判が良かったですので、まあ、このロゴが付いているというのが結構一つの差別化になってくるかなと思いますロゴっていうのはですね良いところもあるし意外と難しいところもあったりしてロゴ この印象が強いと悪目立ちしてしまうこともあるんですが、パープルレベルのロゴであれば僕はですね、おしゃれ感っていうところも出せるかなと思いますし、ロゴ自体のカラーとデザイン自体が結構ですね、バランスがいいので、一つのアクセントになってくれるかなと思うんですね。ロゴの主張があるものは基本的にあまりお勧めしませんが、パープルレベルのこちらのバックパックに関しては完成度が高いので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもご紹介ができればなと思っています。カラー展開はブラックとグレーがありまして、結構ブラックはもう間違いのない鉄板なんですが、グレーに関してもですね、都会的でシャープな グレーなので結構ですすねこのののりりを取り入れるのもいいいかなと思います結構定期的に展開しているようなシリーズになってまして一度買えばですね長く使えるというところも含めてかなりですね重宝するようなバックパックになっていると思うので是非皆さんもですねチェックしていただきたいなと思っています。 続いて7点目のバッグなんですが FCE のですね950トラベルバックパック S ですね価格が26,400円ということでちょっと高めではあるんですがこれもですねおしゃれが好きな方にはかなりおすすめのバッグになってくるかなと思いますこれまでご紹介してきたバックパックに比べるとちょっとディティール的にはですね凝った感じになってくるかなと思います素材はですねポリエステルコーディアファブリックを使っているわけなんですが部分的に栃木レザーのパーツを取り付けてあるのでこのあたりが素材の違い も含めてちょっとしたですねアクセントになっていていなかなかバランスがいいかなと思います、まあ、f c というブランド自体がですね結構アパレルブランドではあるんですがアウトドアをですね想起するようなアイテムが多くてバックパックも結構有名なんですがあとはダウンだとかアウターだとかこのあたりがですねすごく強いブランドなんですね僕も何点か私物で f c のアイテムは持ってるんですがストイックな雰囲気があってまあなかなかですね街でも持ってる方多くはないので服が好きな方の間でも所有してるだけでも満足度が高いようなブランドかなと 思ってるんですね、まあ、デザインがすすごくミニマルかととというと割とですねデコラティブなところもあるんですがバッグの下の方にですね FCE のロゴも入ってるんですがブランドの認知度もそこまで高くないですしロゴ自体も結構美しいのでこれも一つのですねデザインパーツとしても楽しんでいただけるのかなと思いますどちらかというとスポーティななななな着着ここししだととかかカジュアルな着こなしの方がはまりやすすいかなと思うんですねセットアップだとかジャケパンスタイルとかにはあまりハマらないかなと思うんですがカジュアルな着こなしが多くてちょっと人と違うバックパックを持ちたいだとかおしゃれが好きな方に ととってはは結構 FC のののバックパッククパいいううるものが多いかなと思うんですね、まあ、今回はこちらのですねトラベルバックパック S をご紹介していますが FCE には様々なバックパックありますのでこの中から選んでみるのもいいかなと思います、まあ、今回ご紹介する中でも結構特徴的でいわゆるこうアウトドア感のあるバックパックではあるんですがパーツにレザーを使ってたりだとかかなり凝ったバックパックに仕上がっているので個人的には結構これめちゃくちゃ気になっていますぜひ、まあ、ですね服好きの方はこちらのバックパックもですねチェックをしていただければなと思っています はい、続いてラスト7点目はですね、ようやく私物の登場ですね。まあ、僕もですね、バックパックいろいろと持っていたんですが、結局ですね、最後残ったのがこちらだったんですね。もう2年ぐらい使ってるんじゃないのかなと思うんですが、アンドワンダーのですね、バックパックですね。エコパック20リットルのデイパックってやつですね。これがですね、個人的にはマイベストバックパックだなと思っていまして、まずサイズがですね、コンパクトなんですね。正直あんまり大きくないので、めちゃくちゃ荷物量が収納でき できるかというとそんなことはないんですねで中もですね正直あんまりこう凝った作りになってなくて PC ががっつり入るような感じでもないし中は本当にシンプルな構造なんですねそういった意味ではこう機能的なバックパックというわけではないんですが僕はこの見た目の雰囲気がですねめちゃくちゃ好きなんですよね、まあ、シンプルなバックパックのですね形状というところは変わらないんですがそこをベースにですねこの表面にですねメッシュの部分が付いていてここがデザインの一つのアクセントになっていたり とかあとは素材ですよね表面の生地にですねこういったひし形のような凹凸があってこのあたりも結構デザインのアクセントとして効いてるんですねそしてアンドワンダーのロゴがですねこちらに入っていてこれまたですね一つのアクセントとして効いてくれるので個人的にはすごく好きなバックパックですね僕はこのアンドワンダーというブランド自体が結構好きで、まあ、アウトドアのですねテイストのアイテムが多いんですがやはりですねデザイン的に非常に洗練されているのでバックパックに限らずさまざまなアイテムをですね僕は買い集めている わけなんですが、まあ、ブラックベースでミニマルなんだけどその中にもですねアクセントとなる部分が結構いろんなところに散りばめられていてショルダーの部分にもですねブラックベースなんだけどもこのステッチがホワイトでこの辺りのですねちょっとしたアクセントはまさにアンドワンドラスターが漂うなと思ってるんですが非常にですね使い勝手がいいわけでもないんですが所有欲を満たしてくれるんですよね僕はこのバッグをどういった場面で使うかというとちょっとした旅行でも使いますしアウトドアのシーンでも使います僕は 荷物を整理して丁寧に入れるようなそんな人間ではなくてもうガバーッと荷物を入れる方なんですねそれぐらいざっくりとした性格の僕には気軽に手軽に持ちやすくてサイズ感もちょうどいいというところではめちゃくちゃ満足しています誰にでもハマるというバックパックではないかなと思うんですがデザイン的なバランスで言うと個人的にはこれが一番好きなのでぜひ最後にですね私物としてご紹介ができればなと思いました価格が3万800円ということで僕が買った時に比べると結構上がってる感じはするんですね もっと買いやすかったかなという印象があったんですがまあそれだけ人気のバックパックでもあるかなと思うので、まあ、是非気になる方はですねオンラインですとか店舗の方でチェックをしていただければなというふうに思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではお隣に似合うリュック8000というテーマでお届けをさせていただきました本当にいろんなテイストのバックパックをですね皆さんにご紹介できたかなと思いますかなりシンプルなですねデザインで言ったらスタンダードサプライだとかスノーピークこの辺りが使い勝手がいいかなと思うんですねあとはちょっと値段が上がるんですがラミダスのバックパックこの辺りもたまらないんですよねめちゃくちゃ、まあ、本当にシンプルなんですが素材の質感も含めて完成度が高いのでラミダスを個人的には結構推したいなとは思って るんですねただまあ本当にドシンプルなものじゃちょっとつまんないなという方にはノースペースのパープルレーベルだとかこの辺りはロゴの力を使いながらもですねすごく満足度も高いかなと思いますあとは大人っぽいレザーの質感を楽しみたいのであればアバハウスのものも良かったなと思いますしちょっとクロートっぽいものであれば f c だとか僕も持っているアンドワンダーこの辺りもなかなか満足度が高いかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねお好みのものがあればチェックをしていただきたいなと思いますまた今回ご紹介したもの以外にもこのたりのバックパックも もおすすすすすめでででよとといいいうのがあっったたらですねコメント欄で教えててだければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽し 気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っております以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに